どうもこんにちは。ご紹介に預かりました山本です。本日はその文献情報ということで、多分今回の講義の中で一番専門知識のいらない感じで、身近な感じで聞いていただけるかなと思うんで、皆さんの役に立つ、毎日の研究に役に立つような話ができればいいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。で、今回 の発表資料なんですけれども、こちらの、サイトから入っていくと、ここの講習資料がこちらって書いてありますよね。で、この中で、ここから下に入っていきますと、ここにありますね。この配布資料ありっていうところの上のこっちですね。この文献情報を活用するっていうところのクリック、文字をクリックしていただくと、こういう形で出てきます。で、2つの方法で閲覧できるようになってまして、この PDF と HTML ってあるんですけど、先ほどちょっとこの PDF の方をやってみたら、このままダウンロードできるかと思ったら、なんかこの GitHub っていうサービスを使ってるんですけど、この GitHub のなんか PDF を閲覧する独自の方法で出てきてしまって、ちょっと表示前時間かかってしまうんですね。なので、後で実際に自分で改めて内容を確認したいとかいうときに PDF という形で取っていただくときは、こちらちょっと時間かかるんですけれども、今回進めていくときはこの下の HTML の方をクリックしていただくといいかなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらをこうクリックしますと、このちょうどキーノートの表、プレゼンテーションと同じ形で見ることができるようになってますので、同じように進めていくことができていいかなと思います。それでは始めたいと思います。で、PubMed、今回最初にアンケートを見たところ、ほとんどの方がよく PubMed を利用されているということで、まあ、その PubMed の最新情報でもちょっとご紹介しておこうかなと思いまして、で、NCBI の NLM の方のページを見てみると、ちょうどPubMed が自由に使えるようになって20年経ったってい こうセレブレーティングPubMed 20th anniversary っていうのがあったんですよ。で、確かにこれ96年から使用が始まって、97年に正式リリースという形で、メドラインというそのバイオメディカルな文献情報を保存しているメドライン、データベースが、それはもう前からあったんですけど、97年に当時のゴア副大統領が、これからはこの情報を自由に使えるようにすることが大事だということで、オープンなアクセスというか、検索のオープンアクセスという形で始まったのがPubMedです。で、こんな形で、そのグラフがここに書いてありますけれども、この96年っていう当時はここなんですね。で、その時にどれぐらいそのメドライン、PubMedで検索できる文献数があったかといいますと、当時はここに書いてある通り、まあ、1200万件程度だったんです。で、それからまあ20年経って、今はどんぐらいになってるかっていうと、ここに出てくる、倍増してるんですね。もう2600万件ぐらいあるんですね。で、当時はそれから1年で45万件ぐらいが新しくメドラインに入っていたんですけども、現在はもう倍なので、まあ、100万件以上が毎年追加されているような状況です。で、この写真が当時97年にPubMedが自由に誰でも使えるような検索サービスとしてローンチされた時の記念すべき写真で、ここに座っているのがゴア副大統領 で隣にいるのがリップマンという当時、まあ、今もディレクターですけども、NCBI のディレクターで、で、これから検索ができるようになって素晴らしいことが起きますよということをアピールしているところですね。で、だから一番最初にPubMedの検索をしたのはゴア副大統領だったということです。はい。で、現状どんな感じになっているかといいますと、こんな感じですね。2600万件を超える文献情報、この7月3日時点でちょっと何件あるか見てみたところ、まあ、具体的にはこんな感じで2620万件とすごい数になってます。で、2015年去年だけで110万件が追加されているということで、これを1日あたりにすると、まあ、ここに書いてある通り3000件ということですよね。なので1日3000件も文献が追加されているデータベースってすごいことになってますよね。なので自分が興味ある文献を探すっていうのは非常に大変になっているということが、少しはこういう形で実感できるかなと思います。で、メドライン、パウメドで検索できる対象のジャーナルっていうのは5500を超えてます。なので、まあ、全世界ですね、特にアメリカとかに限らず5500のジャーナルに入っている文献2600万件が現在誰でも簡単にパウメドで検索できるようになっているという状況です。
で、さらにそのパウメドの検索サービスが今どんな形で使われているかっていうのが少しここに書いてありまして、で毎日だいたい250万件も検索されていると。それで利用者数、まあ、ユニークあのビジットユーザーの話が数です、160万人いますと。で、その方々が1日830万件の書誌情報を閲覧しているというような形になっているということが、パブメドの方の、サービスの方が書いている内容でありました。でさらに最近はその皆さん持っているような、まあ、あのスマートフォンがありますので、そういうモバイル端末に対応したパブメドのページもできてまして、そのモバイル端末からですと大体1日あたり12万件を超える検索があると。あのが2つになっちゃってますね、すいません。で利用者数は今のところ、まあ、3万2000人ぐらいと。で、まあ、35万件を閲覧してますよという形で、まあ、ざっと見ると利用者、そうですね、利用者数としては20分の1という感じで、でですけども利用者、検索数が20分の1、利用者数はもっと低いので、あのコアな人がたくさん検索してるっていうような感じですよね、これ見るとね。な感じで、まあ、モバイルをだいぶ使ってたくさん検索しまくっている人が増えてきているというような状況になっているみたいです。はい。で、それからそういう感じで20年間の間にどんどんパブメドっていうサービスそのものの内容が変化していて、どんどん検索がしやすく、自分の欲しい文献情報にたどり着くやすくなっている機能が増えています。で、その中でいくつか特に最近追加されたものをここでご紹介したいと思いますけれども、はい、この真ん中に見てみますと、このパブメドのページに行くと、パブメドトゥールズっていうのがありまして、で、一番上にパブメドモバイルっていうのがあります。で、これがその先ほどちょっと触れましたモバイル端末用に特化したパブメドのサイトになっています。でこれを見てみると、PC から見るページとちょっと違った検索ができるようになっていて、それがここに書いてあるトレンディングアーティクルというものです。でこれは何かと言いますと、なんかまあ過去3週間ぐらいのうちに特にパブメドを使って検索が増えてきている、それで、閲覧されている文献 の順位トップ何件かがここに出てくるわけですね。なので自分でこれからキーワードで探すってことはもちろんなさってると思うんですけど、それとは別に最近パブメドを使ってどんなキーワードでどんな文献がたくさん検索されているかっていうのを見ることができるようになっています。ですので、まあ、特にモバイルの端末だとこれが出てくるようになってるっていうのは多分あれですよね、まあ、やっぱりスマホだとあまりキーワードとかたくさん入れにくいから、まずはどんな文献があるかっていうのをさらっと何が流行ってるか見たいっていうような需要が高いっていうことだと思うんですけども、そういう形でこういう今何がパウメドでたくさん見られてるかっていうのが簡単に分かるようなサービスがモバイル用のページには用意されています。ただ、まあ、こちらを見ていただくと分かる通り、普通に PC から行ってもモバイルっていうふうに検索 のところに行くリンクがついてますので、もし今そういう同じような情報を見たいと思った場合は、ここをクリックしていただくと、どういった文献が今パウメドでたくさん読まれているか見られているかっていうのが簡単に分かるようになっていますので、試してみるといいかと思います。でこれ毎日変わってるんですけど、ちょうど私がこのショットを撮った時に何が一番流行ってたかっていうと、まあ、ここに見た通り、まあ、ジカウイルスの話とか、あとはクリスパーキャスの話が大きかったですね。やっぱり、まあ、流行ってますよね、この辺で。なのでそれとちゃんとそれを反映して、この出てくる文献のリストにも実際にそれに関連する文献が出てきているってことが分かります。であとこ のパウメドの担当者の話を前見た時には、特にその本人たちがまだよく知らなかったけど、なぜか突然、まあ、すごい昔の文献がたくさん検索されるようになったっていうことで、なんでだろうって調べていったら、それはその当時のちょうどノーベル医学賞かななんかを取った方が、その取った時の元になっている文献っていうのがそれだったらしくて、で突然なんかそういう形で普段ならばあまりヒットの上位に出てこないような文献が突然たくさんガーッと検索されることがあって、そういうのがこのトレンディングアーティクルズを見ていると分かるようになっているということです。はい。なのでお手すきの時などを見てみると、今何が流行っているかっていうのが分かるというようなサービスです。で、他にもたくさん効率的な検索を可能にするというものがついてまして、まあ、ここにざっと挙げてみると、まあ、絞り込みですね。やっぱりパウメド
先ほどあったように2600万件も入ってますから、まあ、キーワードちょっと入れただけでは全然自分が欲しいものが出てこなかったり絞り込みが難しかったりすると思うんですよね。なのでいかにそれを効率よく自分の目的の文献の中あの情報にたどり着けるかということで、さまざまな絞り込み方法が提供されています。で、例えばここに書いてあるのを順番に追っていきますと、この今回はその一番流行ってるということで自家ウイルスで検索しましたけども、自家ウイルスの検索で結果で出てくるこの左側のこの部分にはそういうさまざまな条件で絞り込むことができるようなキーワードが並んでますし、こちら側ですとさらにその発表年がいつかっていうところで簡単にクリックするだけで絞り込むができるようになっています。まあ、今回はたまたまこの例としては自家ウイルスだったんで、まあ、去年突然パンと出てるんであまりその何年にっていう絞り込みは意味ないかもしれないんですけども、そういうこともまあでもここのグラフを見ると何年に何件そのパウメドにそのキーワードが入っている文献が出てきたかってことが簡単に時系列で分かるようになってますので、そういった形で視覚化されるとまた絞り込みの際に有用ではないかと思います。で、他にもまだこんな感じでたくさんありまして、この右側にたくさん条件で絞り込んだり関連する情報に飛んでいけるようなサービスが提供されています。で、この上から順番にいくと、まあ、この、Find Related Data っていうのがありまして、そこからですとこの検索キーワードに関連するNCBI の提供している他のデータベースにも簡単に飛べるようになってまして、まあ、この場合ですとここでクリックするとこういう上から順番にアセンブリーから始まってどんどんこう ABC 順で並んださまざまな NCBI が提供しているデータベースのリストが出てきますので、それぞれの中で特に自分の興味あるデータベースの名前をクリックすると今この場合ですと自家ウイルスに関連するこれらのデータベースのエントリーが簡単に検索できるようになっているというものになっています。今回、まあ、たまたまここ、まあ、クリンバーってなってますけど、今回自家ウイルスはまだクリンバー関係ないので何も出てこないんですけど、例えばメドゲンとか、ゲノムとかそれぞれそういうところのデータベースをクリック選択するとその自家ウイルスに関するゲノムの情報が出てきたりメドゲンの情報が出てくるっていうような形になっていますので、これも試してみるといいかなと思います。この辺もう少ししたら一通り試してみてくださいっていう時間を取ろうと思いますので、さらっとこう一通りご紹介していく形にしたいと思います。それから、まあ、このソートバイオレレバンスっていうのがありまして、これも結構最近入ったばかりの機能でして、もともとパウメドの検索っていうのはキーワードを入れて出てくる結果っていうのはパウメドのデータベースにいつ入ったかっていうその入った新しい順にしか出てこなかったんですよね。その他にパブリケーションデートですとかファーストオーサーとかその王さんの名前とかで検索もできるようになってましたけども、去年ぐらいから入ったのがこのソートバイレレバンスということで、そのキーワードが特によく使われたりとかそのキーワードに関連度が高い文献が上に出てくるっていう形の並び替えができるようになりました。これも最初出てきた時にはそれ出る前に比べてかなりやっぱり両者からのフィードバックが大きかったみたいで、最初試験的に始めたらしいんですけども、ちゃんと正式採用されてこのソートは方法を変更させるプルダウンメニューの中に正式に入るという形になったということです。ですのでこれが入ると、まあ、単にそのキーワードでたまたま早い順に出てくるっていうだけではなくて、特にそのキーワードに関連する文献として内容がしっかり書かれているものが上位に出てくるという形になっています。でさらにその一つの文献をその今度検索した結果の中で多分10件なら10件出てきて一つを探すってその文献情報を見るってことになると思うんですけど、その一つの文献情報のページに行くとさらにそれに関連するまたさまざまな付加情報を取ることができるようになってまして、でその例えばこの右側にある部分はシミラーアーティクルズって書いてあって、これはこちら今検索して出てきた一つの文献のタイトルやアブストラクトの中に書かれているこの文字ですね、文字情報により関連性の近いもので他のパウメドに入っている文献としてどんなものがあるかっていうのがここに出てきます。ですので、まあ、内容的により近いものっていう文献のリストがこちらに出てくるので、まあ、一つ文献を見つけて興味ありそうな文献であればそれと同じような文字単語が使われているものってがこちらに出てきますので、多分こちらに興味が持てるんであればこちらも読んでみると自分にとってメリットのある文献になっているんじゃないかという
システムになってます。はい。それからここに書いてあるの他にもたくさんリンクがありまして、一通りそのソーシャルネットワークとのリンクもやりやすいようになっていて、まあ、ここに Facebook とか Twitter とか Google Plus とかのアイコンがあります。なので、まあ、この文献に対して何か興味あったり他の人と情報をシェアしたいときにこの辺クリックすると簡単にこの文献情報をそれぞれの SNS に上げることができるとか、まあ、あまりこれを使っている例を見たことないんですけど、まあ、一応今流行りなんで入れてるんでしょうね。これね、あの使ってる方います、こういうの実際に探してあいましたね。そもそもそういう形であまり多くないんですよね、まだね。うん、でもあの自分に関連する情報を他の人と本当に簡単にクリック1回だけでこれら その SNS に上げることができるので、あの情報共有するためにも非常に有効なリンクになっていると思うのでぜひ使ってみるといいかなと思います。で他にこれがさらにこれがあの今年新しく加えられた機能ということなんですけど、これアーティクルとフリクエントリービュー together って書いてあるんですけど、ここに書いてある通りあのこの文献を読んでる人は他にどんな文献を読んでるかっていうのがここに出てくるようになっています。これがあの Amazon と同じシステムですよね。ある Amazon で自分が何か商品見た時にこの商品を買ってる人はこれも買ってますって出てくると同じ機能がこのパブメドにもついて、この文献を検索してこの書籍情報を見てる人は他にもこんな書籍情報を見てますよっていうリストが簡単に取れるようになりました。でこれがそのさっき言ったこのこっちのシミラーアーティクルズと実はちょっと違ってるっていうのが分かったらしいんですね。そのパウメノを使ってる人たち、あパウメノを提供してる NCBI の人たちがいろいろ調べていくと、これはこれで重要だけども、これとは別にさらにこの機能で出てくる結果っていうのがこうリストが順位が違っていたので、これはこれで非常に有用だろうということで、あの正式採用される話になったということです。ですね、こちらも使ってみるとまた自分にとって興味のある文献とすごい関連の高い文献を効率的に探すことができるようになっていいかなと思いますので、試してみるといいと思います。はい、でそういうのはあのこれもうすでにご存知かもしれないですけど、自分がどういうことを検索したかっていうのは全てこういう形でヒストリーが出てくるんですけど、そういう形で今やったようなそのこの文献を見てる人はこんな文献を見てます的なあの検索っていうのはこういうふうに残るんですね。アーティクルフリクエントリービュードトゥギャザーフォーパメドっていう形で、後で一回こうやっとくと全てこういう形で記録されていくので、後で忘れてしまっても簡単にヒストリーをたどって自分の検索結果を取り戻すことができるようになっています。この辺でも使い込んでる方とかいらっしゃいます、こういう情報知ってたよとか。あ、よかったですね、とりあえずこう話してよかったなと思ってますけど、こういう形でたくさん本当にパブメドの機能って増えてますので、あの大体多くの場合は自分の興味あるキーワードを入れたりとか、あのタイトルサーチっていう形ですでになんか知っている自分の文献のタイトルをそのままスパッと入れて検索して終わりっていう形が多いと思うんですけど、あの自分に興味ある文献をこうどんどんあの興味の赴くままに探していくっていう時にこういった機能は非常に使いやすくていいかなと思いますので、ぜひ今後ご利用いただければといいんじゃないかなと思います。はい、これ一旦メッシュタームの話なんですけど、メッシュタームというものも実際使って検索されている方っていらっしゃいます？メッシュタームっていうそのものもご存知ではなかったっていう方が、メッシュタームって何だか知っている方はどれぐらいいらっしゃいますか？あ、やっぱまだ少ないんですね。はい、なのでこれもこれから紹介したいと思います。紹介していきますけども、メッシュタームって何者かと言いますと、この文献一つ選んで見てみると、さっきあのさらっとしか見てなかったんですけど、下の方にあの上はこのソーシャルネットワークに関するリンクでしたけど、その下にこういうメッシュタームズっていうのが出てくるんですね。でこれは何かと言いますと、この文献に書かれている内容を端的に示すキーワードのリストになっています。でこれはあの NLM の専用のスタッフがいらっしゃいまして、でその人が見て実際論文全部を読んでこうつけているものになっています。ですので内容的にはかなり信頼性の高いものとなっています。でこのキーワードっていうのはあの辞書になってて、すでに全て定義されてますので、その場でその担当者が書いているキーワードとは違って、担当者はすでにある辞書の中から特にこの文献の中に書いてあるあの内容を端的に示すものを選んでつけるっていう形で行われています。
でさらにその中にこう一番キーワードの後ろに星マークというかアスタリスクがついているものがあるんですけど、このアスタリスクがついているものは特にこの文献の中で主題になっているというキーワードになっています。なので文献の中でこれだけのキーワードを表すような議論がされているんですけど、特にこのアスタリスクがついている内容が主題になっている論文ですよってことが分かるようになっています。でこれを使うと逆にこのキーワードを使って文献を探すことができるようになっていて、でそこにもかなりハウメドはあのインターフェースを作り込んでいます。でさらに言うとこのメドラインっていうそのバイオメディカルな書誌情報のデータベースの最も高いあの価値を提供している一つとして NCBI、NLM はあのメッシュですってことをあの言ってるわけですね。なので、まあ、世界で最も使われているデータベースだとは思いますけれども、その価値を最も高めているものがメッシュタームを人がつけているってことですよってことを NCBI、NLM の人々はおっしゃってます。ですのでこれを使うことは非常にあの有効であり、かつ非常に重要なことじゃないかなと思うので、ぜひここで共有できたらいいと思います。はい。で、まあ、メッシュタームは簡単にここでまとめますけども、あの概念階層関係を持つ統制語彙ということで、まあ、辞書という形です。あらかじめ定義されてるんですけども、その一つ一つのタームっていうのがあの概念的に上位階っていう形で関係づけられてますので、あの一番上になるとあの解剖学とかあの疾患っていう形で非常に一般的な抽象的なあのコンセプトになってまして、でそこからだんだん下に向かってあのだんだん細かいあの個々の疾患名ですとかあのモレキュールの名前になったりという形であの階層構造が作られています。で検索をかけるときにはそのある、概念上の上の方のタームを選択すると、それよりも下に含まれている概念を全部含んだものも一気に検索できるとか、そういうような形での検索をパウメドは提供してますので、そういった形であのメッシュタームの使メッシュタームを使った検索を使い込んでいくということもかなり自分の欲しい情報にたどり着くあの重要なツールになると思います。でこれはどうやってやるかと言いますと、ここですね、またパウメドのホームページに戻っていただくと、今度はこの右側の方にあります。ここにメッシュデータベースというのがあるんですね。なのでここをクリックするとメッシュタームを使った検索ができるようなインターフェースになっています。はい。で今回、またジカウイルスでやってみますけども、このメッシュデータベースの方のジカウイルスという検索キーワードを入れると、このジカウイルスに関連するメッシュタームがヒットしてきます。あればですけど、今回ちゃんとあるんでこう出てきたんですけど、こういう形で、最初に今 の, あのメッシュタームのデータベースをクリックして検索キーワードにジカウイルスと入れると、そのに対応するメッシュタームが出てきますので、今回はこのジカウイルスというタームを選択しましょうということになります。でこんな形ですね。でそこをクリックするとこういう感じで、あのさらにそれをあのそのなんていうかな、自家ウイルスに関連する文献だけども、その中でも特にその、議論のない対象がアイソレーションとプリフィケーションのものが欲しいとかいう時もこういうふうにこうできるわけですね。これ別にクリックしなくてもいいんですけども、さらに単に自家ウイルスに関する文献が欲しいっていうだけじゃなくて、その中でも単理したりしてる部分生成するってことを論文の中で書かれているものが欲しいという時には、こういう形でそれを選択することができます。でさらにそれがその論文の主題になっている場合という意味で、ここにあのメッシュメジャートピックだけに絞りますみたいなことがこうポチポチとあのマウスでクリックするだけで条件設定ができるようになっています。でその後にこの Adopt to Search Builder というところをクリックすると、これの今条件に対応したパウメドの検索キーワードがここに入りますので、あとはこのパウメドサーチっていうボタンを押すと検索が実行されるようになっています。はい。でちなみになんですけど、ジカウイルスってもちろんつい最近からあの流行ってばっかりだったんですね。で先ほどちょっとメッシュタームは何かっていうところであの述べました、あのまだ言ってなかったです、すいません。あのメッシュタームって毎年改定されてるんですね。毎年改定されていて、その新しいキーワードが入るあの研究分野で出てきたらそれが加えられるようになってて、それが大体毎年10月ぐらいに行われてるんですね。なのでその今使われている2016年のメッシュタームっていうのは去年の10月頃にできたものなので、まだ当時は
自家ウイルスが流行ってなかったんで、メッシュタブには自家ウイルスが入ってなかったんですよ。で、だけれどもやっぱりすごい最近非常に重要なキーワードになってきたので、これは入れなくてはまずいだろうということで、このイレギュラーに入ってきたものなんですね。で、そういうものをここではミッドイヤーチェンジズインメッシュディスクリプターズって書いてあります。で、ここにまあこの書いてある今私が言ったようなことがここに英語で書いたんですけど、普段まあ変わらないんですけど、なかなかあのディスクリプターズに新しい言葉が入ることはないんですけど、まあ重要なことが起これば適宜入れてきますよってことで、今回入ったばっかりのメッシュタームになってます。で、これで文献を検索すると簡単にその自家ウイルスに関連する文献を見つけることができるようになっています。はい、で、こんな形で検索が実行されます。はい、まあ、いいか、一旦ここでちょっと実際にやってみるといいかなと思いますね。なので皆さんちょっと5分ぐらいで、あのもちろん自家ウイルスに限る必要はないんですけど、ご自身の興味のあるキーワードを入れていただいて、自分の研究に関連するものでどんな文献が出てくるかってことを少し試してみてみるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと私はここで今スクリーンショットと同じことをちょっとやってみます。ちょっとあれなんだこれ、まずパブメドのページに飛びますと。パブメドなんで特に皆さんが同時にアクセスしてもそんな困らないと思うんですね。あんな毎日何百万件も一日アクセス来てるので。で、ここで例えばジカウイルスって、しかも、まあ、これ、まあ、ご存知だと思うんですけど、こんな形でちょっと入れていくと、自分のキーワードを入れようとしているとそれに関連するあのスタジェステッドキーワードがたくさん出てくるっていうのもパブメドにはすでに加わっているので、全部入れなくても今どんな自分が入れようとしているキーワードで他の人が入れてるかってことも簡単に分かる感じになってますので、補完機能がついてるっていうのもミススペルとかを防ぐためにも便利な機能だなと思います。こんな感じで、で、ここに出てきて、で、これここの右側の方のあの経時変化の部分で、これが何年、2015年は36件だったのが、2016年にはすでに726件の文献が発表されてますよってことがすぐに分かって、で、さらにじゃあ2015年、去年の36件ってどんなんだっただろうと知りたいときには、ここをクリックするだけで絞り込みが行われますので非常に便利です。で、しかもこれ単年度だけではなくて、ここでズルズルっとやっていくと、確かあれできなかったかな、これここではできないのかな、なんか幅で指定するような機能も確かついていたんですけども、ちょっとここではついてないかな。少なくとも前あのその年の文献だけに絞るってことは、ここをクリックするだけで簡単にできるようになっています。で、あと左側の方にはそのクリニカルトライアルだけにしたいとか、レビューペーパーだけにしたいとかっていうことも、ここをクリックするだけで簡単に絞り込みができるようになっています。で、あとソートバイのところに、この何も設定しないで初期設定のままパブメドのページに行くと、モストリーセントという形でこのパブメドのデータベースに入って新しい順に並んだ結果が出てきますけども、ここをクリックしますと、ここにレレバンスっていうのがありますので、ここを選択するとこのキーワードに関連度の高いもの順にリストアップされるという機能になっています。例えばこれをこのニューイングランドジャーナルメディスンを見ると、これはアブストラクトがついてない感じですね。で、メッシュタームはこんな感じでついています。で、
このメッシュタームなんですけど、人手でつけてるので、発表された直後はまだついてないんですよね。なんでしばらく経ってからつくようになります。なので例えば、昨日発表されたばかりの文献というものをメッシュタームで検索するってことはちょっとできないんですけれども、ただこのメッシュタームを使った検索自体は非常に強力なので、その部分を頭の中に入れていただいて検索を使うというのは非常に便利だなと思います。で、ここにこれですね、これがこの論文を読んでる人は他のどの論文も読んでるかって知りたいときはここをクリックするとこんな感じで出てきます。なのでさっきのニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンを読んでる人はここの論文も合わせてよく読んでるらしいってことがすぐに分かるという感じで、かなりこれはこれで自分の研究を進めていく中で効率的な文献検索ができるんじゃないかなと思います。どうでしょうか、特になんかわからないとかありますか。それでそのメッシュタームの方からですけど、このメッシュデータベースというところをクリックしますと、こんな形でメッシュタームを検索するためのページに飛んできます。でここでこんな感じで入れていくと、例えば時価だけで入れるといっても、この時価っていう単語が含まれている、あるいはこの単語に関連するメッシュタームはこれですよっていう検索結果が出てきますので、ここで2つ、今はジカウイルスとジカウイルスインフェクションの2つのメッシュタームがあるよってことが分かりますので、好きな方を選んで、今回は例えばインフェクションの方にしてみますと、このインフェクションというのを検索、クリックすると、ここにまず最初に定義が出てきますね。ジカウイルスインフェクションというものの、このメッシュタームの定義は何かってことがまず出てきて、でその下により細かい条件設定ができるようになってます。でこちら、これら適宜必要に応じて選択した後に、あとここですね、これがその先ほどお伝えしました階層構造ですね。これこういう形でメッシュタームの中 の, 概念階層の中で、このジカバイアスインフェクションっていうメッシュタームっていうのはどういう位置づけになっているかっていうことが書かれています。でこれはいわゆるトゥリーというその一つのタームに対する上位概念が一列につながっているだけではなくて、さまざまな経路でこの概念にとどりつくようになっているダグっていう構造になってますので、このジカバイラスインフェクションの上位概念は複数あることがここに分かります。で一つはこのアルボバイラスインフェクションっていうので、もう一つはフラビバイラスインフェクションということで、この2つの属性というかプロパティを持ったものがジカバイラスインフェクションですよっていう形になることが分かります。で、一番上に行くとディジーズカテゴリーということで、これは疾患ですよってことが分かるという感じで、この概念が一番抽象的なものから具体的な、個別具体的なジカバイラスインフェクションまでの間を結ぶ概念がこんな感じになっていることが分かって、でどの名詞タームであっても検索をかけられて、でその場合上位概念に行けば行くほど、その概念よりも下位概念に含まれている全ての文献を簡単に検索できるようになっています。で例えばこういうバイラスディジーズってやると、こういう感じでまた同じようなページに飛んできますので、これに従ってまた文献を検索するってことも簡単にできます。でこういう感じで条件設定して、ここに入れてあげて、パブメド、サーチパブメドってやると今の条件の検索結果が出てくるという感じになっています。でこれ先ほどこのレビューってところをクリックしてたので、このレビューアーティクルに限るっていう条件はすでにずっとこう有効になってるんですね。一回パブメドでこの条件を設定しておくと、その条件がずっと制限化されたまま、さまざまなそれ以外の検索が実行されていきますので、こここの検索条件をなくしたいときはもう一回クリックします。そうするとその条件が緩和された検索結果が出てくるようになっています。はい、よろしいですか。
もう少しじゃ進めましょうか。その次 の, あのさらに細かい検索結果なんですけど、あの検索方法なんですけれども、これはそのここにパブメドの検索ボックスに入れるキーワードってすごいたくさん、その今までここで紹介した機能も全てこの検索ボックスの中に入れると同じことができるっていうぐらいに、その検索ボックスの中にさまざまな、なんていうか特別なそのパブメドだけに伝えられる表現方法っていうのがあって、それをすごい駆使していくっていうのは非常にやっぱ難しいんですね。なのでもともと同じような検索がある程度前からできてたっていう部分もあって、それを検索として簡単に誰でも使えるようにしようっていう、やはりそういう気持ちっていうのはパブメドの検索サービスを提供している側にもあるみたいで、なので今度このパブメドの専門家がこういった検索をしたいならば、こんなあのキーワードのセットを入れればいいんだよっていうものをあらかじめ作って提供してるっていうサービスもあります。でそれがこのパブメドクリニカルクエリーズというものでして、でこれそのぞれここに書いてあるようにクリニカルスタディカテゴリーズとかシステマティックレビューズとかメディカルジェネティクスっていうさまざまなそのカテゴリーの中で、そういったさまざまなカテゴリーの中で自分の興味あるキーワードの文献を探したいというときに、ここを使ってみると非常に強力な検索ができると思いますので、この機能も少しさらっと見ておくといいかなと思います。でこれ本当にびっくりするような検索キーワードが入るようなテンプレートが作られていまして、これ見てみるとこんな感じになってるんですね。これをパブメドの検索ボックスに入れるとこういう検索ができますよってことが書いてあるんですけど、さらにこれを一般の利用者が入れるっていうのはありえないと思うんですよ。それをちゃんとそのパブメドのやっぱ専門家がどういうキーワードのセットを入れていくと、そういう先ほどのようなテーマの文献をより絞り込んで必要な文献だけがちゃんと出てくるようにするかってことを、それだけをうまく研究して結果を出したものをここに紹介したものになってますので、これを使うっていうのもこの目的にマッチしてるんであれば、ぜひ使ってみるといいかなと思います。なのでセラピーですとかダイアグノシスですとかエチオロジーっていう形のカテゴリーので自分の知りたいキーワードを入れて文献を探したいっていう時に、このクリニカルクエリーズっていうものを使うっていうのがとても近道なやり方だと思います。これはこれもこれですね、この真ん中のこの4番目にありますクリニカルクエリーズっていうのがありますので、このトップページの真ん中のこの4番目をクリックすると先ほどのページに飛んでいきます。はい、ここですね。でここにこう入れていくわけですね。これで、また私は時間ウイルスを入れていきますけども、こんな感じで入れてサーチをすると、それぞれのそのカテゴリーに合わせた文献の検索結果が出てきますので、この場合は、例えばここにセラピーの、範囲は広いよとか、より狭いエリアでセラピーに関するものは残念ながらなかったよみたいなのがすぐに分かると。で、セラピーの他にダイアグノシスですとか、感じで、ここをちょくちょこっとプルダウンメニューの中を変えていくだけで、すぐもうその場で検索結果実行されて結果が出てきます。非常に効率的に自分の目的の文献を探すサービスになっているんじゃないかなと。特にこれパウメドラインってことはバイオメディカルなので医学に関する検索っていうのは非常に力が入ってますので、こちらで紹介するのがとても適当かなと思い、ちょっとフィーチャーしてみましたけども、どうでしょう、これ魅力的なサービスと思いますか。思います。ぜひ使ってみてくださいね。多分この機能を提供しているそのサービスしている側もやっぱせっかくこういろいろこんなものを作ってるっていうことであれば、たくさん使っていただきたいと思ってるので、利用者が増えれば増えるほどこういった機能はどんどん充実していくと思うんですよね。ちょっとこれは私が作ってるわけじゃないんですけど、やっぱこういうものは 誰が作ったとしても非常に文献情報が溢れかえっているので、誰でも簡単に自分の必要な文献にたどり着けるような方法があれば、多くの誰でも一人でも多くの人に共有できるといいなと思ってますので、こちらで紹介したいなと思ってます。よろしいですか。
あのシステマティックレビューをする検索なんてこんなことになってるんですよ。これが一つの検索なんですよ。これすごいことになってますよね。なんか見てびっくりしたんですけど、これをその場でパブメドに検索させて出てきた結果があのシステマティックレビューの結果になってます。でさらにこれはおまけ情報ですけど、パブメドから直接ヒューマンだけですけどブラストを実行できたりとかしてて、このパブメドの検索ボックスにヒューマンジェノムブラストって入れると、ポコッとこうブラストの情報を入れる検索あのボックスが現れて、その場でブラストができちゃうとか、なんかいろいろ本当パブメドのページだけ出しておくだけでいろいろそこから必要な情報を取れるような機能が提供されています。で、まあ、そんな非常に力の、あの NCBI の力のこもったサービスですけども、パブメド検索の注意ってことで、まあ、複合語の検索っていうのは二重引用符を使えばできるんですけど、この検索、パブメド検索の裏側で行われているってことは、そのキーワードが辞書に入ってるってこと必要があるんですね。あの、その場でもちろんその文献に書かれている文字一文字一文字をコンピューターで探していくわけではなくて、あらかじめその文献に書かれている単語の辞書ってものを裏側で作っていて、でキーワードを入れるとその辞書を見に行ってそれに対応する文献を出してくるってことを行ってますので、その二重引用符を入れればその二重引用符に入っている複合語そのものがその索引キーワードに入っていればいいんですけど、入ってないと当然検索ができなくなっちゃうんですね。なので例えばここに書いてあるようなこのリンクとオープンデータっていう複合語そのものをが二重引用符で入れて検索すると、それ自体がちゃんとあのパブメドの辞書に入っていれば検索がもちろん高速にできるんですけど、そもそも入ってないと本来ならばリンクととオープンとデータっていう単語が使われている文献があっても引っかからないっていうことがありますので、二重引用符を使った時の検索はちょっと注意することが必要になります。なのでより絞り込みに使いたいという時には有効なんですけど、一見も出てこないっていう時はそれが辞書に入ってない可能性があるので、やっぱそこは一旦引用符を取り外して検索した結果の中から探していくしかないということになります。でもう一つは先ほどあのお伝えしましたけども、だいたいメッシュタームつけられるまで3週間かかるんですね。なので3週間以内に発表されている文献はメッシュタームを使っても検索ができない可能性が高いということを念頭に置いておいてください。でも毎日3000件入っていて3週間で人が全部つけてるってすごいことだと思うんですよ。なので本当にこのサービスってすごいなと思います。それが誰でも自由に世界中でネットで使えちゃうっていうのは、はい、でこんな感じですね。さっきのリンクとオープンっていうこの辞書に入ってない二重引用符をつけて検索するとこういうふうに出るんですね。 Quoted phrase not found って形で出ますので、こういう形で出たときはあこれが辞書に入ってないんだなっていうことが分かるということになります。で、そうですね、ここにでメッシュタームがついているってことは、ここにインデックスとフォーメドラインっていう情報が入ってまして、で実はパブメドの中ではいつまでたってもメッシュタームがつけられない文献っていうのも入ってるんですね。でそれは検索したときにここにパブメドって出てる、こういう検索結果になると、これは、パブメドとメドラインっていう実は2つ違うデータベースがありまして、そのメドラインっていう方にだけメッシュタームがつくようなシステムになっているので、パブメドだけに入っている文献っていうのはたまにあるんですね。これほとんどないんであんまり気にしなくてもいいんですけど、こういうものはメッシュタームがつきませんっていうことは少し頭の片隅に置いておくといいかなと思いますけども、だいたいここにいらっしゃる方が検索する内容で、パブメドにしか入ってないっていうことは、ありえないと思うので、あまり心配することはないと思うんですけど、一応事実として知っておいていただくといいかなと思います。このフィジクスとかも入ってくるんですよね、パブメドだけになると。なのでそういう物理学の論文とかっていうのは時々メッシュタームがついてなかったりします。はい、なのであともう一つ実習ということで、例えばここに書きましたけども iPS 細胞に関する山中先生が著者に含まれている論文をメッシュデータベースを使って探しましょうという課題をここに用意してみましたので、ちょっとやってみてください。今が2時25分なので、ちょうど2時半までにしましょうかね。というか2時、そうですね、その時にだいたいさらっと触りを
お伝えして次に移っていくって形にしましょう。どうですか、もうすぐにできちゃったって感じですか。ちょっと27分だけどちょっとやってみましょうか。ここに IPS って入れますよね、そのまま。はい、出てきますね。そうすると、この一番上に出てくるのが Induced Pluripotent Stem Cells ってことで、まさにこれですよね。そうな、そういう感じで IPS っていう略語を入れたんですけど、ちゃんとこの検索サービスはそれに対応する正式名称まで検索してくれるんですね。なので、この場合はここを探すわけですね。Induced Pluripotent Stem Cells と。でこんな感じでまた先ほど紹介したようなページに飛んできますので、それに合わせて、まあ、今回は特にメジャーに入れただけでここに追加して検索とします。でそのまま行っちゃうと著者が他の方も含まれてますよね。なのでここに行く前に、まあ、ここでどっちでやってもいいんですけど、ここで、その著者の名前を制限することができるんですね。ここに山中と、でこの括弧の中に au っていうの、このがオーサーの意味なんでオーサーと入れて、でこうサーチってやると、この著者に山中っていう文字が入っている、かつメッシュタームに IPS っていうものが書かれている論文だけをこういう形で探してくることができるという感じになっています。これはもちろんアルファベットの世界なんで、とかあのラストネームとファーストネーム全てをスペルアウトするわけではないので、まあ、同姓同名とか問題は起きるんですけど、まあそこは今後の課題という形に残ってますけれども、まあ、あの最低こういう形で検索はできますよっていうことになってます。はい、よろしいでしょうか。でこれからは我々の DBCS で開発提供しているサービスの紹介をしたいと思います。で今回3つありまして、でこの左からこう時計回りに順番に紹介していきたいと思います。で最初はこのアリーというサービスですけども、これは略語を簡単に検索できるサービスになっています。で皆さんもよくご存知だと思うんですけど、そのメドライン等の文献の中では大量の略語が使われてまして、でこれはそのメドライン全部から持ってきたその略語の中で頻度の高いものが大きな字になるようなものになってるんですけども、この CI とか CD とか OR とかっていうのが非常に多く使われている略語になってます。でこれらそれぞれ、その当然それぞれの自分の研究領域の専門家であれば何を意味しているかはすぐに分かると思うんですけども、まあ、たまたま共同研究や新しい分野の研究を始めた時に出てきた、その時にこれは一体何を意味しているんだろうっていう問題に当たることが多かったりするわけです。でさらにその一つの略語に対して一つの解釈があればいいんですけど、残念ながらそうなってなくて、一つの略語に対してさまざまな意味が使われていることがあります。でその場合ですと、他に自分の研究分野では当然の意味で使われていても、周りの分野に行ったら同じ略語でも全然違う意味で使われたりするかもしれないということがあります。で例えば PC とかですとパーソナルコンピューターっていう略ものの略語だったりするわけですけど、それ以外にもプライマリーケアですとかプロステートキャンサーとか、さまざまな意味で PC っていう略語が使われてしまっています。でそれを数えていくと、だいたい2600万件の文献の中に頻度、出現頻度が10以上のものだけでも7万2000の略語が出てきてしまうという状況になっています。ですので、まあ、これをもちろん全て頭に入れることはできないし、する必要もないと。で簡単にでもそれは探せる方がいいので、まあ、生命科学系の略語を簡単に調べられるというものはないかなということで考えています。でさらにもう1日3000件も追加されているので、新しい略語どんどん出てきているので、その例えば2015年版の略語の辞書ですみたいな感じでリリースされても、もうそれはすでにそれに載ってない略語っていうのはたくさん今のパブメドの中に入ってたりするわけですね。なのでそれも
キャッチアップしていって、なるべく最新の略語の情報も検索できるようなサービスを作りたいと思って今提供しているものがアリーというものです。でこれは人手を使っているわけではなくて、完全に機械的にペアを取ってくると、その略語とそれに対応するこの展開系と呼んでいますけれども、正式名称を機械的にこう探していって、これを辞書に入れて検索できるようにしています。ただ表面上の簡単な違い、スペースがあるとかハイフンとか小文字大文字とかの違いはなるべく吸収して、同じ意味であるものは一つにまとめて検索できるっていう形のサービスにするようにしています。でこれを実際やってみると、だいたいペアとしては1705万ぐらいありました。でそのうちこれは重複も含めてますので、ユニーク数にすると303万ぐらいですね。これぐらい の, ペアがメドライン2600万件中に機械的に抽出すると見つかったということになっています。でこれを検索してさっさとさらっと出せるようにするサービスなんですけども、特にこのアリーの特徴として4点ほどありまして、で1つは略語 の, その展開系の方に日本語訳をつけるようにしてます。でこれはコツコツと人手でやってまして、でもちろん全てにつけてられてるわけではないし、そもそも略語がないものも、あ略語じゃない、大訳がつけられてるものもまだついてないものもあるんですけれども、なるべく頻度が高いものから順につけてまして、ほぼその上位3分の2ぐらいは抑えられるようにしています。ので文献中によく出てくる略語と展開系のペアであれば、ほぼそれは対応した日本語の訳もつけるような感じで検索結果に出てくるようになっています。でさらにその略語がとその意味で使われている研究分野が何であるかってことも簡単に分かるようにしてますので、この分野でこの意味で使われている略語は別の分野でどういう意味になっているんだろうっていうのも、その分野を指定して見ることができるようにしています。でさらにその新しく略語がどんどん作られているわけですけれども、一番最初にその略語が出てきた文献というものが簡単に見つけられるようになってますので、その略語とそのペアを初めて定義した人の論文というものをすぐに当たることができるようになっています。であともう一つの特徴として、そのあるアブストラクトとタイトルの中に一つの略語が出てきたときに、同じそのアブストラクトの中に別の略語が使われている場合は、その略語の情報も出すようにしてますので、ある一つの略語についてあまり知らなかったとしても、他に表記している略語を見ていくことで、自分に馴染みやすい略語がたくさん出ているものであれば、多分このコンテキストで使われている略語だろうということが簡単に分かるようになっているというようなサービスです。であとこれはパーメドと同じように経年変化が分かるようになってまして、その略語とそのペアがその年にどれぐらい使われたかっていうことがグラフで見えるようになってます。これで絞り込みはできないんですけども、何年に何件ぐらいこの略語が使われたかっていうことが分かるようにはなっています。はい、なのでそれから発展的な利用ってことで、あまりプログラムを書いてその情報にアクセスするっていう方はこの中にはいらっしゃらないかもしれないんですけども、でもそういう形で大量にシステマティックにその略語に関する情報をプログラムで取得して別の目的に使うというようなこともできるようにしています。ですね、これをちょっと試してみてください。でこれの使い方っていうのは統合テレビの方でもありますので、統合テレビを見ていただいてこの内容を後で確認していただくということも簡単にできるようになっています。でその高度な使い方っていうことで一つこの紹介しておきたいなと思うんですけれども、このアリーが提供しているウェブのページの検索だけですとできない検索として、例えばこういうことができますよっていう例になってます。でこれはその研究分野がバイオロジーである文献中に出現する略語の中で最も頻度が高いもの順に10番目まで取ってきなさいっていう検索になってまして、でその場合の検索結果がこんな感じですね。で、展開系の、英語の表記とそれに対応する日本語の表記という感じですね。こういう検索とかを簡単にするっていうインターフェースがアリーの
の提供しているものとしてあります。なので、まあ、こういうものを普段の文献を読んでいるときにこういうことはあまりしないと思うんですけど、まあ、その発展的な使い方としてアリを使うというときにこういうことも例えばできますという紹介になっています。でここの下のここに URL が書いてありますけど、ここをクリックしていただくとこの検索を再現できるようになっていますので、もし興味のある方は試してみてください。それからこのプログラムとからの検索が簡単にできるということで、例えばこういう使い方もできますよっていうもう一つの例として、ユニプロットっていうそのスイスプロット の, レビューが入ったタンパク質に関するデータベースがありますけれども、このユニプロットも同じようなプログラムで検索できるようなインターフェースを提供してますので、このユニプロットの検索とアリの検索を混ぜ合わせて両者の情報をジョインした形の検索ができるようになっています。その一つの例がここに書いたものでして、これは何をしているかと言いますと、このちょっと文字が小さいんですけど、フッ素18フルオロデキシオグルコースっていう表現のアリの中の略語を探してきて、その略語に対応するユニプロットのエントリーを探した結果としてこれだけありましたよっていうのが、こちら側のこの左側のユニプロットの検索結果になっています。こういう形でユニプロットはもちろん日本語の情報は全く入ってないんですけども、アリの日本語と英語の対訳の機能を使って、そこから対応したタンパク質の情報をユニプロットのエントリーの中から探してくるっていうようなことが簡単にできますよっていう例になっています。ので、まあ、こういうサービスも一応DBCS、NBDC とともに進めている一つの RD 負荷っていうサービスが一つのプロジェクトが進んでるんですけども、そういう機械的な検索をより柔軟にしやすくしましょうっていうアクティビティの一環としてこういうサービスができます。はい、では一つ実習という形でやってみましょう。ちょっとこれは去年流行った MER MERS なんですけども、この MERS の略語の展開形を探してみましょうということで、アリを使ってみてください。これも検索自体が結構軽いので、多分皆さんいくらバンバン検索しても多分大丈夫だと思うんですけども、例えばこれ入れてみますかね。こうやって入れると出てきますよね、こんな感じで。でこれは幸い一番よく使われている例として、この MERS の展開形としてはミドルイーストレスパラトリーシンドロームっていう、本来ここで探したいなと思ってた展開形が一番上に出てきたので、めでたしめでたしという感じです。これが圧倒的に162回ということで多いので、これはその多義語ではなかった例なんですけども、こういう場合はそのままこう見ていくと関連する情報にすぐたどり着けますし、この、課題に書きました通り、この狂気略語を見てみると、実は MERS っていうのは MERS というよりも、MERS-COV として使われている文献の方が多いってことが分かるっていうのは、ここを検索した結果のここをクリックするんですね。ここをクリックしますと、この MERS という略語と狂気している文献の中でどれぐらいその表記している単語じゃないや略語が使われているかってことが簡単に分かりますけども、ここに見てみたら分かります通り、MERS-COV っていうのが481件ということで、こっちの、MERS の数よりも162よりも多いよということが分かるという形になってます。でここでその MERCOV を検索クリックすると、こういう形でその MERCOV の展開形もミドルイーストレスペトリーシンドロームの、コロナバイラスっていう形で、こういう形の表現の方がたくさん文献中では使われていますってことが、アリの略語の中の検索をすることで分かるという例になっています。よろしいでしょうか。でさらにそれぞれこの略語と展開形が使われている文献のリストっていうものが、こうやって簡単に一覧を見ることができます。ただこのサービスなんですけども、その
文献中にセットで出てくるものしか検索対象にしてませんので、例えば DNA のように、まあ、昔は DNA の括弧の中とかでちゃんと定義が書いてあった文献は今の文献では当然そういうのないので、単に DNA っていうふうなあの表現しか出てきてない文献はここには出てこない、リストアップされてませんので、そこはまあ一点注意していただきたい点になっています。なので特には最初の、まあ、この略語とそれに対応する展開系が登場した頃の文献っていうのは集中的に見つかることが多いと思います。で例えばさっきの iPS もこんな感じで入れるとこう出てきて、まあ、ちゃんと目的の単語あの展開系を見つけることができます。で、まあ、表記略語も ES とか ESC とかっていう感じで、まあ、そのコンテキストが簡単に分かります。でここに書いてあるこの SPF で試すっていうのをやると、これがその多記号になっている略語の例でして、SPF っていうと必ずしも一つにはメドラインの中の文献では決まらなくて、まあ、一番多いのがここに書いてあるスペシフィックパソジェンフリーなんですけれども、他にも S フェーズフラクションですとかサンプロテクションファクターという感じでたくさん使われてますので、まあ、分野によって SPF の意味合いが違ってくる例になっています。でそれぞれ分野がここに獣医学とあの、まあ、腫瘍と皮膚科学っていう形で別々の研究分野でそれぞれのコンテキストがありますっていうことが、まあ、分かるので、これからまあ自分の新しいあの研究分野に入っていった時などに一度、まあ、見てみるとどういうふうな感じで文献が使われているかってことが、文献の中で略語が使われているかってことが分かるんじゃないかなと思います。はい、よろしいですか。はい、では次ですね。次はこのインデックスというサービスです。これは非常に簡単な、ここに書いてある通りの文献中に書かれている英語表現を検索するっていうそれだけのサービスなんですけども、これはもうそもそもなんでこういうサービスを提供したいなと思ったかと言いますと、ここに書いてある通り、と私も時々英作文をしなくてはいけなくなるんですけども、そこで略語ではなくて前置詞とか、あとなんか長ったらしい表現があったり、そのスペルがよくわからなかったりとか、そういう時に簡単に確認できたらいいなというサービスが欲しかったんですね。でもちろんその Google とかでそれぞれいくつか試していくっていう方法もあると思うんですけど、まあ、特にメドラインだけに絞って、でさその端的にその略語じゃなくて、すいません、前置詞とか、ね、前置詞とかがつながっているのがすぐに分かるようなサービスって欲しいなと思ったので、例えばここで例に出してます is associated って場合は、まあ、この場合簡単ですけど with になりますけども、そういう感じでその with の前まで入れた時に最もメドラインの中で使われている前置詞は何だったかなっていうのを簡単に調べられる方法がサービスとして提供されるといいなと思って開発しているものです。でその場合そのポイントとしてはメドラインに含まれる全ての、まあ、タイトルとアブストラクトの中の英語の表現を検索できますと。でさらに4文字以上入れるとその場で1文字入れるたびに結果がダイナミックに変わるようになってますので、何度も何度も試すことができるっていうことですね。でうる覚えでもその最初の3文字とか4文字目までいけばその4文字に当てはまるメドライン中の表現全てが出てくるので、なんかミススペルもなるべく減らした表現とそれに対応するメドライン中 のアブストラクトやタイトルが簡単に検索できるというものになっています。でさらにそういった形で実際にその自分が今検索した表現っていうのがどういうふうに使われているかっていうこともこの検索結果を見るとメドライン中の表現が見えてきますので、実際にこれミマが書きたいと自分で書きたいと思っている表現がアブストラクトの中ではどういうふうなコンテキストで使われているかということも簡単に確認できます。でさらにその少々、まあ、高度な使い方という形でこれ紹介してますけれども、この場合はここに書いてある通りコラレーテッドウィズっていう表現とそのコラレーテッドウィズの前に例えば was っていう be 動詞があったときにその was っていう be 動詞と来られてる with の間に副詞が入ってくるとしたらば、どんな副詞がたくさん使われてるかみたいな検索も簡単にできるようになってまして、でここで書かれているサンプル
にありますように、まあ、一番多いのがポジティブリーでしたよっていうのがもうすぐさに分かると。Was correlated with っていう表現自体がメドライン全体の中でこれ言うと、まあ、3万7800件ぐらいあるといううち、その中にポジティブリーっていう副詞を使って表現されているものが1万5000件ありますよっていうことが分かります。なので、まあ、これから論文書いたりするときにここに書く副詞としてはどんなのが一番いいかなみたいなものを探すときにもこのサービスを使っていただくと便利かなと思います。でそれぞれここをクリックすると先ほどのこのページのように実際のメドラインのアブストラクトにどういうふうに書かれているかということも簡単に確認できます。でこれも発展的な利用ということで機械的には検索も対応しています、はい、なので少しで統合テレビにもありますよとでやってみてください。例えばコントリビュートに続く前置詞を確認するとかもちろん何でもいいんですけど、まあ、一応この実習としてはサンプルとしてこれを入れてましたけども皆さんのこう心の中に出てくる何でもキーワードを入れてみていただいてどういう結果が出てくるかということをちょっと試してみてみてください。これも軽いので皆さんがいくらガンガン使っても多分問題ないと思います。コントリビュートってこう入れていくと、コントの T まで入れると4文字になるのでその場でその CONT という表現が入っている全てのメドライン中の表現が見つかってきます。でさらにコントリビュートってやっていくと、こんな感じで、まあ、想像している通りちゃんと2が出てきますよと。なのでコントリビュート2というふうに使っている論文が一番多かったっていう形で妥当な結果になってますよねっていうことが確認できます。でこういうふうに もちろん頭の中に入っているものは全然問題ないんですけど、時々あれって思った時にこれを使っていただくと、あ、一番使われてるのはこれだったから問題ないなっていう確認に使えるかなと思います。でこれデフォルトですとここに LSD の狂気リストっていうのがあって、ライフサイエンスディクショナリーのページに飛んでいくようになってます。でこういう形でライフサイエンスディクショナリーの中のこのコントリビュート2が使われているセンテンス一覧っていうところを見ることもできますし、この中をメドラインセンテンスっていうものにしますと、先ほどのスライドで紹介されているような検索結果がその場で見られるようになっています。でここをクリックすると実際のパブメドのページに飛んでいきます。はい、こんな感じです。でその副詞を見たいっていう例はここのフィルターってところですね。このフィルターが最初見えてないんですけど、このフィルターを表示っていうところをクリックしますとこんな感じで出てきますので、ここで先ほどの例文がここに書いてありまして、この結果っていうところをクリックすると同じ結果を見ることができます。で、ここを適宜ご自身の目的に合わせて書いていただいて、さまざまな内容を見ていただくといいかなと思います。こんな感じですね。で、ネガティブリーコラレーテッドウィズはこんな感じですよとか、これもライフサイエンスディクショナリーですし、同じようにメドラインであればここを見て、こうやって感じで検索すると、メドラインの結果になるという感じになっています。はい、よろしいですか。これもサービス自体は内容はシンプルなので特に問題ないと思うんですけど、ぜひ便利だと思いますので使ってみていただければと思います。はい、それから最後のコリルですね。このサービスをじゃあでご紹介してちょうど終わりになるかなと思います。でコリルは何かと言いますと、まず、まあ、文献一つあったときにその文献がまあ発表された後に他のまあ研究者がその文献を読んで自分の研究の中で活用したいと思うときには当然そのイントロダクションやディスカッションなどで引用すると思うんですけれども、その引用している文章がどういう文章かっていうことを見てみたいなと思ったんですね。でそれはもちろんこの文献この文献を引用しているという情報だけでもまあ有用ですけれども、それだけじゃなくて具体的にそのある
著者がそのある文献を引用するときにどういうコメントをその書いてその文献を引用しているのかっていうことが簡単に検索できると便利だなと思って作っているものがこのコリルになってます。でこれはもちろんそういうあのどういう他の著者がどう書いているかっていうのを見るっていう目的でも使えると思いますし、またその英文を書くときにあの引用するときの表現方法として、まあ、例文として使えるかなと思うんですね。自分がこれから引用したい論文が、まあ、この中にあったとした場合に、すでに他の著者がその論文に対するコメントを書いていた場合は、それを見ながら自分のこれから書きたい論文の中にアレンジして書き込むっていうこともできて便利かなと思います。で、まあ、そういうことで、まあ、内容はそういうことなんで、あのすぐにご理解いただけるかと思います。で現在どれぐらいの文献が入っているかということなんですけれども、これは残念ながらPubMed全体にはいかなくて、この実際に本文にアクセスできないと実際その著者が何で書いているかわからないので、そういう意味ではその PMC オープンアクセスサブセットっていうのがあります。でこれはあのPubMedに比べるとまだまだ文献数は多くはないんですけれども、全ての、 あの論文のタイトルからアブストラクトから本文の全てにあの機械的なアクセスができるようになっているものですので、これを利用して自動的にこの著者が引用している部分の前後にどういうことを書いているかというものを抽出して、それをデータベースとしてあの保存しているものになります。ですので最新版は今年の4月に作ったんですけど、数としてはあの本文を見て実際の著者が書いているコメントを取っている文献の数は131万件ということで、パブメドの2600万件から見ると大体 5% 強になっています。でさらにその、論文が引用している先ですね、非引用論文の数は大体814万件ですので、これはかなり多くなってまして、パブメド全体の3分の1強になっています。で、これあのもちろん131万件で 5% で少ないかなと思うんですけども、特にあの2000年以降とか2005年以降というかですね、年代が新しくなればなるほどないあのオープンになっているものが増えてますので、ある程度 あの2000年以降とかという形で切るとよりたくさんのパーセンテージであの論文が検索できるような形、 全文を対象にした検索ができるようになってますので、あのよほど古いものばかりを対象にしない限りはあのヒット率は上がっていると思います。でこれあの特に今年の4月にたくさん増えたですね、でそれを理由として何かと言いますと、あの NIH の方でグラントを出してますよね。でグラント NIH のグラントを取った文献っていうのは基本的にどんなジャーナルに載ったものであろうとも PMC に出しなさいっていうことが決まってまして、でそこでフルペーパーが出てるわけですね。でそれが今回そのシステマティックサーチっていうか、その機械的な処理ができるような形で PMC の方からあのリリースされましたので、それを加えたことで非常に数が増えました。ですのであのセルとかネイチャーとかそういったものも本文が検索できるようなものが入ってますので、そういうものを含んだ結果としてこれだけ数が増えたということになってます。なので 5% といってもまだ少ないといってもこれでもすごい増えてるんですね。なのでこれからどんどんそういう形で増えていけばいいかなと思っています。で使い方はこんな感じになってます。で最初にPubMed ID を入れて検索することもできますし、あの先ほど一番最初にここで紹介しましたあの強力な検索システムを提供しているPubMedの検索をして最初に論文を探すこともできるようになっています。でどちらでもいいんですけど、そこからまず一つの文献を探していただいて、でその文献に対して他の文献著者がどういうことを書いているかっていうのが一覧で見られるようなサービスになっています。でさらにもう一つこの左側の部分ありますけども、ここですね、この関連論文という部分がありまして、左側のこの部分はあのパウメドの他の利用者が読んでいる論文はこの論文も読んでますというのと同じような感じで、この一番上の論文を引いている論文のリストがここに出てくるんですけど、この引いている論文は他にもどういう論文を引いているかというのはここに出てきます。なのでこの論文と合わせていつも引かれている論文はこういうものですよっていうのが左側の関連論文という形でリストアップされます。ですので、まあ、これもその自分がこれから何かしら研究してあの参考にしたい論文を見つけた場合にこれを使って見ていただいて、で同じように他 あの論文はどういうものを引いているかっていうものをこっちで見ていただくと、さらにまたもしそれがこっちに出てくる論文で読んでないものがあったりした場合はあの見つかって
効率的な研究が進められるかなと思いますので試してみてください。これも同じように、コンピューターのプログラムからも簡単に検索して結果を別の目的に使えるようになっています。で、統合テレビのコンテンツもありますので、使い方を後で学習、確認したいときにはぜひご覧ください。はい、では、ここでもう一つ試してみましょう。で、これ、PDB の文献に対して他の文献中でどのようにそれがコメントされているかというものを外観しましょうと。あれ、気づいちゃった。この、サンプルがこの PDB のページになってますのでこんな感じで出てきます。それで、ここに、ここのエリアに出てくる結果の相当方法もいくつか提供されていまして、で最初何も特に設定しない場合は新しいもの順になってますけれども、この中に、最近新しく追加した相当方法、並べ替えの方法としてサイテッドバイというものがあります。でこれは何かと言いますと、この PDB の文献を引いているこの文献リストなんですけど、それぞれの文献がさらにどれぐらい他の文献から引用されているかっていう数で相当したものです。ですので、PDB を引用している文献リストが全部でここで書いてある3363件なんですけど、その中で最もさらに他の文献から引用されている論文は何かというと、この論文ですよってことが分かるということですね。これがで、さらにここの関連論文としてこういうブラス、ギャップとブラスト&サイブラストが PDB の論文とともに最もよく引用されてますよってことが分かります。で、それぞれここをクリックする、このパーメド ID をクリックするとそれに対するまた同じコリルの検索が実行できるようになっています。なのでこれは一つ新しい、例えば研究分野に入ってた時にその文献一つ代表的なものを選ぶという時にも使えると思うんですし、たまたま何かしら論文一つ見つけてきた時にその分野がどういう論文の中のコンテキストでコミュニティが形成されているかっていうことがなんとなく見えるんじゃないかなと思うんですね。なのでたまたまここで一つこう見つかった時にこういうこの論文が例えばありましたっていうことで、ネイバージョイニングメソッドっていうこの論文に対して、じゃあこれを他に論文から引用されるときにはセットでどういう論文たちが見られているのかっていうとここを見ていくわかるので、これをどんどんまた順番にこう芋づる式に検索していくと、大体そこの中で一番こうよく引用されている研究っていうのはどんなものかっていうのがつかめるんじゃないかなと思うんですね。なのでこういう一つの新しいこの分野に対するコミュニティの中でどういう人たちがどういう研究がどういうトピックが今ある程度熱く皆さんから支持されているかとか、ディスカッションの対象になっているかっていうのを見るのにも使えるかなと思います。大体そうですね、3時過ぎたので、あとは質問等ありましたらよろしくお願いします。そうですね、この実習も合わせて試してみていただければと思います。20439314、
エンブル EBI での、まあ、バイオインフォマティクスに関する、まあ、解析ツールのフレームワークっていう論文を引いている論文がこれだけ、まあ、264件あるんですけれども、その264の文献の人たちはどれぐらいこの EBI の論文とともにどんな論文を読んでるかっていうと、ここに書いてあるようにクラスタル W やクラスタル X とか、あのこれはなんだ、ファーストスケーラブルジェネレーションのハイクオリティプロテインマルチプルシークエンスアライメントユーズインクラスタルオメガとか、こんな感じでその EBI のツールとともに使われているツールとか、今一番とか、まあ、この論文の世界の中でよく使われているツールの一覧というのが見えてくるので、まあ何かしら新しいツールを使いたいときにそのツールの論文をここに入れてみて、で関連するツールとか同じような機能を持ったり別のどういうポイントが変わったのかっていうものをざーっと見ていくっていうのにもこれを使ってみるといいかなと思います。NAR のあのデータベースイシューとかも全部入ったので、本当にそのツールとかデータベースで関連するものとかある分野でコミュニティの中でよく使われているものっていうのが簡単に把握しやすくなったなと思っています。はい、大体以上ですけれどもよろしいですか。はい、どうもありがとうございます。